先生と帰ってたらまた伝説について出てきたんで見ます。羽ヶ崎の伝説とかって信じないですよね。どうして？信じますよ。ほう、そうなんですか。だって先生は科学の先生だからてっきり。伝説はメタファーです。心の真実と言ってもいい。どんなに科学が発達しても、はい、人間が自然物である以上、内在する神話性を消し去ることはおそらくできないです。そういう感じか。つまり君が心で感じることが君にとって本当のこと、そういうことです。んー、私にとって本当のこと。先生はどんな伝説を信じてるんですか？先生の伝説は海底宇宙人説です。宇宙人がどうも怪しい。何言ってんだこいつ何言ってんだこいつ。で、今ゴールデンウィークじゃないですか。だからね、遊びに行ってもいいなって思うんだけど、そろそろね、ステータスでちゃんとひかみくんに好きになってもらわないと困るんですよね。だからやっぱちょっと全体的な底上げが必要だと思うので、ステータスアップの時間として使おうと思って。くそ、持ってます。セレクトショップ。へえ。あ、もしかしてこういうのってそれぞれのステータスで来るメールが違うのかな。あの前はそのワンはね、多分気配りがいくつまで上がればこのお店が開放されますみたいなのだったと思うんですけど、今魅力を60まで上げたらメール届いたじゃん。だから気配りと魅力みたいな、その掛け合わせでセレクトショップが来るみたいな、何々が来るみたいなのがもしかしたらあんのかもしんないなって僕は今思いましたとさ。めでたしめでたし。先生だ。ちょっと先生さ、首元がエッチだなってさっきからずっと思ってました。先生、いらっしゃいませ。君のアルバイト先はお花屋さんでしたか。お仕事頑張ってますか？頑張ってます。はい、毎回勉強になります。それは何より。社会勉強をしながらがっぽり稼ぐ、一石二鳥ですね。君、本当にスタンスがわからん。先生、がっぽりは無理ですよ。ん、なんだ？琴ノ、おっす。ハリー君に呼ばれるのは慣れた。おっす。お前さ、アマチってやつ知ってる？あ、なんか帰った一緒に。うん、あそこにいるのがそうだよ。女に囲まれてるやつ？え？生意気な。おい、アマチ。アマチ。ごめんなさい、呼ばれてるんで行きますね。トモ先輩。どうした？用があんの、こっち。聞きたいことがあんだよ。お前さ、こないだ音楽室で、ハリア先輩。お前、俺のことを知ってんのか？なに？もちろん、羽学の有名人ですわ。マジで？え？なんだよ、そういうことは早く言えよ。なに？よし、そんなに欲しいならサインしてやる。こっち来い。つうか、俺のことはハリー先輩って呼べ。多分だけど、サインは欲しくないと思う。はい、ハリー先輩。ハリー、アマチ君に用事があったんじゃないのかな。なんか、アマチ君さ、すっげえ腹黒だったらさ、すげえ好きなんだけど。どうなんだろう。サイキ君。なんでってこともないけど。その顔やめろ。あ、またね、先生がね、下校中に話をしてくれます。体育祭ですね。体育祭です。教員室でも役割分担があって、先生方も準備で大忙しです。まあまあ、それはしょうがないよね。先生はどんな準備をしてるんですか？準備はだいたい他の先生方がやってます。ほう。じゃあ先生は？先生はフォークダンスの練習をしていればいいそうですそれが一番助かるそうです。大丈夫？若おじ先生、それでいいの？なんとなく理由がわかるような。いいのか、それで。お主、来てしまった体育祭、今回は負けへんで。
間違えた。終わった。 100m は勝てねえって。だって運動そんなに上げてねえもん。勝つ。位置について、よーい。あ、いけるいけるいける。お前やれる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 よ。やる。 100m 走すげえ速いじゃんこいつ。え、もうこれなら 100m が一番じゃない。え、長くない 100m。 疲れちゃったな。へにゃって顔して、そんなになんか体力なさそうに見えるんだけどな、あれ。お、君1位とはすごいな。ありがとう。息が切れちゃって100m 勝てるって結構運動高いじゃん。ナイス。あ、ひかみくんようやく流れてきてくれた。君か。足を踏んだらごめん。いいよ、多分ご褒美だって思うよきっと。ともちゃん、あ、先生、フォークダンスは先生の今日の見せ場です。協力してください。はい、よろしくお願いします。ハリー、おう。おい、ふらついて俺の足踏んだりすんなよな。うっせえなやんねえよそんなこと。おお、やっと普通に3人流れてきてくれましたね。疲れた、マジでちょっと息切れちゃった体力のなさ。ん、誰？もしもし、まさきだけど。どうした？あれ、まさき先輩どうしたんですか？ああ、用事っつうかさ、今度の日曜なんだけど、お前って予定どうなってる？シフト変更？特に予定はないです。お、そしたら植物園でのんびりしようぜ。はい。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまったえ、かわよ。え、これデートの誘い？そうそう、先輩の誘いは断らない、これ常識なんてな。え、待ち合わせ場所は公園入り口でいいですか？じゃあ今度の日曜日そこで。遅れんなよ。はい、じゃあな。終わらせた。やっぱデートかなんか思ってないところから来たからちょっとびっくりしちゃったえ、まさき先輩ピュア好きそうよねなんかイメージ多分スポーツなんだろうなって思うんだけど、まあ、でも今は私がピュアかエレガントしか持ってないから、ちょっと今は多分エレガントよりはピュアの方が好きだと思うので、そうね、そうしようか。今って夏よね。ちょっと待ち合わせに遅れちゃった。なんでいつも遅れちゃうの？まさき先輩ごめんなさい、待ちました？少しな。ごめん。相手が俺だからいいけど、社会に出たら通用しねえから気をつけた方がいいぞ。みんな怒ってくるじゃん。はい、気をつけます。うん、そういう素直に聞く気持ちってのを大事にしろな。さて行くか先輩ずらしやがってよ。え、今日なんか感じ違うな。あ、やっぱ好き？あ、変ですか？いやいや、お前そういうの似合うわ。うん、いい、ありがとう。そうなんだ、よかったでもやっぱスポーティー好きなんだろうな。ここ変な植物も結構あったりして好きなんだよな。面白いじゃん。あそこになってる実うまそう。うまそう。いや、これはないと思うんだけど、向こうで試食できるみたいですよ。え、わかんないよ、わかんないよ。食べられるんですか？うまそうなんだったら試食できた方がよくね。でかした。いい響きだよな試食って。よーし食うぞ。よかったよかった、喜んでくれたならよかったよ。あー、今日はめちゃくちゃ充実した一日だった。うん、しかしお前って本当に飽きないやつだよな。本当はありがとな。
面白そうなとこがあったらまた誘うわ。サンキュー、よろしく。まだまだ元気だな。ほう。さーて、もうちょい痛いとこだけど帰るか。乗れ、送ってくから。え、何、車？バイク？自転車？すみません、わざわざ家まで送ってもらって。おう、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃあな。サンキュー。もうなんか初めて送ってもらっちゃったね。ひかみくんが良かったけど、まあそこばっかりはしょうがないからな。ああ、千代ちゃんの誕生日ね。はいはい。そうね、わかんねえのよ。あいつマジわかんねえのよ。木彫りのマングースいる？え、でもヘアバンドとかはいらないと思うんだけどな。木彫りのマングースっている？かっかちゃお。もうわかんない、もう。身につけるものはね、多分いらない気がするんだよね。うさ耳とかさ。富山さん。はい。はい。あ、こんな素敵なものをいただいていいんですか？あ、いいです、いいです。嬉しい。うん。どうもありがとう。大切にします。かわいい、千代ちゃん。かわいいね。嬉しいって言える子いいよね。素敵や。あ、ひかみくんだ。ひかみくん、ひかみくん。帰ろう。一緒に。共に。トロマくん。トロマくん。せっかくだけれど、今日は塾がある。しょうがない。バイバイ。まあ。すまんな。でもね、ひかみくんのいいところは、嫌だじゃなくて塾があるってちゃんと理由を述べてくれるところがすごく私はいいなって思いました。とても素直に。てかあれだよね、修学旅行とかない？修学旅行って秋？あ、秋か。修学旅行までにひかみくんの好感度を爆上がりになるような何かがないかな。ないよな。学力が足りねえんかな。それとも魅力？私に魅力が足りないとかやってるから多分悪い。どうした？刀？どうした？ため息なんかついて。なんかあったんです。期末テストのことを思い出しちゃったんです。うわ、期末だって、懐かしい響きだな。せやろ。それでですね、先生にここから出すぞって指定されてるところが全然理解できなくて。その教科書今持ってんの？うん、はい。ここなんですけど。ん？長い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 。音長い。バイトしろ。わかりますか？問い1の答えは 2.96%。 問い2は5種類。問い3は A だな。科学でもやってる。あ、正解です。教えてください。無理。なんで？え？俺、直感型だから理屈を教えるの得意じゃなくてな。直感型で正解するやつおる？答えは分かっても途中の式とか全然分からないって。だからいつもテストの点数はボロボロでさ。そんなやついるんだ。これだけじゃなんだから、お詫びにとっておきの情報を教えてやろう。頼るべきは志保さんじゃないか？え、何ですか？今度、有様と一緒のシフトで入った時、勉強を教えてくださいって呪文を唱えるんだ。そうだな。呪文？ああ、そうすると、あら不思議、期末ではいい点数が取れるようになる。まあ志保さんはね、ワンでもあの主人公ちゃんの勉強を助けてくれてましたからね。これであいつがまとめノートなんてものを作ってくれたら、ラスボスも楽々クリアだって。そうですね、あの志保さんがまとめてくれたノートとか、あと参考書とかをもらうとね、あの勉強の力が上がるっていうことがあります。騙されたと思ってやってみな。マジなんですよ。ゲームの話みたいだけど大丈夫かな。まあワンの話だと思いますよ。期末いきます。頑張れ。これぐらいあったらなんとかなるやろ。バッチリ、いい出来。なあ、芸術が足りない。あ、
氷上くんにはかなわない。これ氷上くんを1位から陥落させることで、あいつ俺よりいい点数を、なぜだ、どうしてだ、わからない、この感情は一体これが恋みたいにならないかな、ならないかな。なかなかの結果じゃないか。努力の跡が見えるよ。お前に勝ってお前に悔しい顔させてやるからな。ちょっと今日は浴衣を買いにね、ブティックジスに行こうと思った。浴衣でも買えるかな。いらっしゃいます。お金足りないかしら。あ、買えるよかった。まあ色があれだけど、でもまあおしゃまさんよね。これでいいわ。水着も、水着、いや一回水着は一個でいい気がするな。あんま行かなそうだしね。全身の一つ、なんかこれいいね。これ買っとこう。オッケー、ありがとうございます。ごきげんよう。ん、なんかいる。どうした姫子。デイジーの怠け者。ごめんなさい姫子先輩。ダメダメ、そんなのダメ。デイジーの魅力が伝わらない。ごめんなさい。この服のことですか。その通り、おしゃれは乙女のエナジー。サンドの飯よりおしゃれでしょ。違くて。違うと思う。私は多分違うと思う。あ、はい。分かったら、とっととお家に帰って姫子の部屋をチェキ。いいわね。うんうん。かわいい。ちょっと姫子ちゃんかわいい。何ちょっとやだ。好き好きそういうの。どうした。まさきだ。どうしたまさき。まさき、元春、元春、まさき。予定どうなってる。いやー困る困るなー。いやーどうしよう。だってひかみくんと会いたい。ひかみくんのためにステータス上げてるんだよ。でも元春まさき、くそ。もう行くだけ行く。なんか断るのもかわいそうだし失礼だよね。イベントホールで面白い公演があるみたいでさ、行ってみね。いいよ。あ、OK か。そうそう、はい。じゃあはい、わかりました。ありがとうございます。バイトでも会うのに、そんな日曜日にも会いたいなんて。好きじゃんこっちのこと。一緒に帰ろう。ひかみくん、たろまくん、すまない。そっか。なあ、あ、でもなんかちょっと文言変わったな。あ、てかいるな。ひかみくん、なんで学力と芸術が100を越したからか。学力と芸術、もしかして結構難しい子選んじゃった。私そういうことあるかもしれない。で、ごめん、さっき姫子に怒られたから。タンクトップ、アクアブルー、指輪、はい、わかりました。指輪だけどうにかします。指輪だけね、どうにかできるんで。乙女もちょっとね、大学生がドキドキしちゃうような感じで、ちょっと足出す。いや、私こっちの方が可愛いと思う。で、アクセサリーを指輪にして、これでね、多分姫子もバカバカプンプンって言わないから大丈夫と思う。よし。ごめんな、かなり待っただろう。いや別にそうでもないよ。いえ、私も今来たばかりですよ。大丈夫ですか。ああ、明け方までレポート書いてて。ああ、大変だね。大学生も大変ですね。まあなあ。ああ、ダメだ。悪い。おごるからコーヒー付き合って。いいよ。今日は。ああ、分かった分かった。ありがとうありがとう。うん。褒められる言葉は一緒。そう、そろそろ始まるぞ。ほらほら、ぐずぐずせずにさっさと入る。はい。ちょうどいい時間かもな。おっす。何しに来たんですか。何を見に来た。すっげー浮いてるよ。やっべー、フリーズしたんだけど。今日のイベント最高でしたね。だな。よし、
それにしてもあれどういう種仕込んでんだ、気になるよな。ねえ、浮いてたよね。ああ、お前のおかげで笑い疲れた、顔が痛え。それはよかったけど、こういう疲れは大歓迎だ。はいはい、近いうちにまた誘うから、その時は時間作るな。うん、いいんだけど。いいんだけど、僕ひかみくんがくそー。お、いい返事、二重丸。あー、うー、こうやって言われるとちょっとなんか、いや、わかるよ、私は高校2年生、彼は大学2年生、わかるの、わかるんだけど、上から目線だなって思ってしまう私は多分いけすかねえ女。さーて、はい。おう、バイバイ。さてと、なんでかわかんないけど、ひかみくんの好感度が上がってるっぽいので、まあ生徒会のね、合宿も近いですし、おっと、そうだった、花火大会を誘わなきゃいけないんだったら次のお休み絶対誘おうね。の前に一回寝とこっか。お、ナイス。何、休みだった、ラッキー。ひかみくん。はい、ひかみです。ここもきっと文言が変わると思います。君か、くそ、どうした、何か用でも。あれ、でも変わってるよね、変わってると信じてるよ私は。花火大会に行きたいなってずっと思ってました。よろしくお願いします。その日はまだ予定を組んでないな。大丈夫だよ、やっぱりちょっとだけ文言が変わりました、ありがとう。ああ、それじゃ当日に。バイバイ。やったぜ、サンキューひとみ。てるてるのお誕生日ね、初めて言ったわ、てるてる。ガラスの一輪差しみんな好きだよね。確かみんな好きなんじゃないかな。誰に送っても喜ばれたような。かも、なんだよこんなとこに呼び出して。なんだと思う？俺に？去年と同じこと言わないで。いいな、よっしゃ、はいよ、よろしく。みんなね、ガラスの一輪差し好きなんでね。知った風な口を聞く。どうしようかな。もしもし。どうした？今度の日曜日なんですが。なんかあんの？遊園地の招待。もう行きたくない、ごめん、用事がある。そうですか。うん、ごめん、バイバイ。別に断ったとしても何もあるわけないよね、きっと。大丈夫だよね、これ。いや、もうステータスがね、足りなさすぎてね、まずいんすよ。花束が欲しいんだけど、適当に見繕ってくださる？かしこまりました、おいくらで。ご予算はおいくらですか？ありがとうございました。琴の。はい。あ、まさき先輩。お客さん喜んでくれてたな、よかったじゃんか。やっぱね、私名前呼ばれるとちょっと緊張しちゃうのかもしれない。はいって言っちゃった。花で人を笑顔にする、花屋の基本だよな。よしよし、よくやった、サンキュー。よし、とうとう来たぜこの日がよ。姫子、何がいいんだい？ネックレスはないわ。まあいいか。でもこれアクアブルーって言われたらそうよね。そうか、あ、これアクアブルーって言われたらそうよね。そうか。いいよね。よし、ひかみくんはまだ来てない。すまない、待たせてしまったかな。まだ待ち合わせの5分前だと思っていたけれど。いいんですよ、遅刻はしてないんでね。うん、5分前だよ。それに私も今来たところ。今日は浴衣か。そうです、そんな真面目に見ないでください、やめてください。うん、今日のために準備したんだよ、どうかな。どうって？お、涼しげでいいな。前もって話したわけでもないのに、浴衣で揃うというのもなかなか。なんだ、なかなか、なかなかなんですか。よかった、喜んでくれたみたい、よかった。打ち上げ開始にはまだ時間があるな。よし、露店も大にぎわいだな。ね。あ、ひかみくん、金魚すくいのお店があるよ。君も挑戦するのか？
でも君は金魚を飼えるような水槽を持っていないだろ。なんでうちのこと知ってるんですか。え、ひかみさんもしかしてうちのこと知ってるんですか。え、もしかしてひかみさんひょっとしてそれストーカー的な。うん、確かに。それならやめておいた方が後悔しなくて済むんじゃないかな。そうね、正論パンチ。それに花火がよく見える場所を取るには立ち止まる時間が惜しい。はい。悪いけれど進まないか。かしこまりました。さあ花火が始まるぞ。え、なんか元気だね今年やたら元気じゃない。はい。花火それぞれの色形、ただ見ているつもりでもついいろいろと考えてしまうな。そうですね。これ絶対これだよね絶対これだよね。これじゃなかったらもうマジで私ひかみくんのこと何にも分かんないよ。ああ炎色反応だな。よかった。そう、青は酸化銅、白がアルミニウム、赤は炭酸ストロンチウムだ。へえ、そうなんだこんなんで好印象なの変な子たち。ちょっと攻めてみる。ちょっと攻めてみるか。見つめてみるぐらいいいよね。うん、これはいつものメガネだけれど。見てたのはメガネじゃないよ、ひかみくん。まあいいや。充実した一日になったよ。うん。誘ってくれてよかった。うん、そっか、よかったよかった。それじゃそろそろ帰るか。お、家まで送っていこう。サンキューひかみ、ありがとう、家まで送ってくれて。これくらい当然のことだ。それじゃまた。これくらいが当然のことだとしたら、その当然のこともできていなかったひかみくんは一体何だったんだろうね。とか言っちゃうから友はきっとモテないんだよね。